長く世界のモータースポーツを支えてきた老舗コンストラクターローラ。2024年に経営破綻からの復活が報じられた名門の歴史は一体どのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はイギリスのコンストラクターローラの歴史エピソードについて解説していきます。このチャンネルではモータースポーツや車のさまざまな歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。もともと建築家で余暇としてレーシングカーの設計製作に興じていたイギリス人エリック・ブロードレー。1956年に初めて設計したマシンブロードレースペシャルはイギリスの国内レースでいきなり成功を収め、数多くの勝利を手にしていたのです。すると多くのレース関係者からの要望を受けて、ブロードレーはさらにパワーのあるエンジンに対応した新型シャーシの設計に着手。当時の最先端であるマルチチューブスペースフレームを採用したマシンマーク1のプロトタイプはブランズハッチのショートレイアウトインディーサーキットで初めて1分を切るタイムを記録するなど驚異的な速さを見せたのです。するとマーク1はその後すぐに RAC ツーリストトロフィーでクラス優勝を果たすなど一躍注目を浴びることに。ブロードレーはこの反響を受けてマーク1の製造販売を決め、1958年にはローラカーズが設立されることになるのです。マーク1はプライベーターの要望に応じて様々な組み合わせのエンジン、ギアボックスを搭載した仕様が製作され、1962年までに30台以上が製造されることに。ローラの名はまた瞬く間に広まっていったのです。さらに1960年にはシングルシーターオープンホイールのマーク2を製作。当時すでにフォーミュラカーではリアエンジン車が主流であった中、フロントエンジンを採用したこのマシンは好成績を上げることはできませんでしたが、42台を販売し、ローラは堅調にビジネスを拡大していったのです。さらに60年代中盤にはインディーカーレースにも参入。1965年に T80 を投入すると、翌年の後継車 T90 はグラハムヒルのドライブで66年のインディー500を制覇、北米のビッグレースを制していたのです。また並行してローラは F1 にも進出。レッグパーネルが運営するバウメーカーヨーマンレーシングがブロードレーに F1 マシンの製作を委託。リアエンジンのジュニアフォーミュラカーマーク3をベースとしたマーク4を製作し F1 に投入されたのです。するとマーク4はデビュー戦となった1962年のオランダグランプリでジョン・サーティースの手でポールポジションを獲得。その後 F1 の公式戦では結果を残すことはできなかったものの、ノンチャンピオンシップレースでは勝利を挙げるなどポテンシャルの高さを見せたのです。その後 F1 では長く自社チームでの参戦ではなく、レーシングチームやメーカーの依頼を受けてマシンを開発製造する形で参戦を続けることに。1960年代後半にはインディーを制した T90 をベースにホンダのマシン RA300、RA301 を製作すると、 RA300 は1967年のイタリアグランプリでデビュー便を達成。1970年代にはエンバシーヒルのマシンを製作するなど F1 で実績を上げていたのです。このようにフォーミュラでは着実に実績を上げていたローラでしたが、並行してスポーツカーレースでも幅広いカテゴリで活躍を見せていました。1963年には当時打倒フェラーリを掲げモータースポーツ活動に本腰を入れ始めていたフォードと提携。この年製作された GT カーのプロトタイプマーク6をベースとしたフォード GT40 が誕生したのです。その後フォードとの提携関係は終わりを迎えますが、マーク6をベースに誕生した GT40 シリーズはスポーツカーレースで活躍。1966年から69年にかけてルマン24時間レースを制するなど歴史に残る走りを見せたのです。ローラはその後もスポーツプロトレーシングの制作を続けることになりますが、大きな成功を収めたのは1965年に初めて投入された T70 でした。マーク6で得たノウハウをもとに近代的なボディ設計を採用、大排気量エンジンを搭載した T70 は
1966年からスタートした北米のカンナムシリーズで圧倒的な強さを誇り、6戦中5勝を挙げて初代チャンピオンに輝くことに。1969年にはデートナ24時間レースでワンツーフィニッシュを飾るなど、60年代後半にかけて活躍を見せたのです。こうしてフォーミュラ、スポーツカーでの多方面の活躍により、ローラの元には様々なカテゴリのレーシングカーの注文が殺到。世界でも有数の量産レーシングカーコンストラクターとして、その地位を確立していったのです。70年代にかけて様々なレーシングカーを製作、多くのカスタマーに重宝され、そのシェアを拡大してきたローラですが、80年代以降はフォーミュラ市場でその存在感を強めることに。1985年にはそれまでの F2 規格を再編成して始まった F3000 にカート用シャーシの T800 をベースとした T950 を投入。 F3000 は後にマーチ、ラルト、ダラーラ、レーナードラ、多くのコンストラクターが入り乱れる激戦のシリーズとなりましたが、1987年にスタートした全日本 F3000 では T8750 を操る星野和義がチャンピオンを獲得。2年後の1989年にもローラユーザーの小川仁志がタイトルを獲得し、日本でそのシェアを広げていくことになったのです。F1 では1985年にアメリカのニューマンハースレーシングが参戦する際、彼らがアメリカにおけるローラの輸入代理店であったことから、ハースローラとして参戦することに。ローラはほとんど開発に関わることはなかったものの、再び F1 に関与することになったのです。すると80年代後半には再び F1 マシンの開発にも本格的に関与。1987年からラルースのシャーシ開発を手掛けると、1990年の日本グランプリではローラ LC90 を操る鈴木アグリが3位表彰台を獲得。1993年にはダラーラと決別したスクーデリアイタリアのマシン開発を手掛けるなど、中小規模の F1 チームの活動を支えたのです。そしてこの頃ローラは大きな野望を実現することに。それまで F1 チームと提携して F1 マシンを開発してきたローラですが、ブロードレーはついに自社チームでの F1 参戦を決意。1994年の後半から1995年にかけて、プロトタイプマシンの T9530 を製作してテストを行い、参戦に向けた準備を進めたのです。その後ブロードレーは十分な準備期間を経て、1998年から F1 へ新規参戦する計画を立てていましたが、メインスポンサーとしてローラの F1 計画を支援することになったマスターカードの意向で、急遽1年早い1997年から参戦を開始することに。しかしこの急な計画変更により、約半年の開発期間で製作された T9730 は風洞実験すらほとんど行われず、設計され明らかな熟成不足。デビュー戦となった1997年のオーストラリアグランプリでは、予選でポールタイムから13秒遅れでダントツの最下位となり、あえなく予選落ちとなったのです。するとローラにさらなる悲劇が。この結果を受け、マスターカードはローラのスポンサーから撤退。参戦資金が枯渇したローラは第2戦を欠場した後、そのまま F1 から撤退することになったのです。そしてこの F1 プロジェクトの失敗はローラの財政を圧迫。苦境に陥ったブロードレーは、財政破綻に陥った会社をアイルランド人のマーティン・ビレーンに売却し、身を引くことに。 F1 での失敗をきっかけに、ローラは大きな転換期を迎えていたのです。F1 への本格挑戦は失敗に終わっていたものの、当時その他のフォーミュラカテゴリでは堅調なシェアを確保していました。90年代前半、国際 F3000 ではレーナード優勢の時代が続いていましたが、1996年には参戦コスト抑制のためシャーシがワンメイク制に移行。するとこの入札競争でローラが権利を勝ち取り、その後の国際 F3000 は一貫してローラのワンメイクが続いていたのです。さらに1996年に F3000 規格から独自規格に移行した日本のフォーミュラ日本でも、初期からレーナードとシェアを分け合う状況が続いていました。その後一時はレーナードの実質的なワンメイク状態となっていましたが、2002年に同社が倒産するとシリーズはローラのワンメイクに。
北米のカートでもやはりレーナード・トーさんの影響から2000年代中盤にローラの実質的なワンメイク状態となり、世界のトップフォーミュラで大きなシェアを築いたのです。しかし2000年代後半にはこのトップフォーミュラの寡占状態が崩れることに。 F1 のステップアップカテゴリーとしての重要性が薄まった国際 F3000 は2004年にシリーズが終了し、2005年から GP2 として再編されることになりましたが、その車両として選ばれたのはイタリアのダラーラ。 F3000 企画では引き続きユーロ F3000 選手権が2009年まで開催されましたが、2009年をもって終了していたのです。さらにローラのワンメイクが長く続いたフォーミュラ日本も2009年からスウィフト製シャーシを採用。カートでも2007年からワンメイクシャーシのコンストラクターとしてパノスが選ばれたことでローラは姿を消すことに。ワンメイクコンストラクターのコンペティションにことごとく敗れたローラはその勢いを失っていったのです。その後は再び量産プロトタイプカーを中心とした製造体制に舵を切り、レーシングカーのみならず航空分野などにも手を広げていましたが、2012年には再び経営破綻。その後ローラの資産はカナダの自動車関連企業マルチマティックが引き継ぎ、既存シャーシの供給を継続していましたが、2016年を最後にローラ製シャーシがレースシーンから完全に姿を消すことに。風洞施設についてもローラテクニカルセンターとして施設の貸し出し事業を継続していましたが、2018年には売却する方針が明らかに。長く続いたローラの歴史が完全に途絶える可能性もあったのです。しかし近年そんなローラに復活の兆しが。2022年アメリカで再生可能エネルギーの投資会社を営むイギリス人ティルベヒトルスハイマーがローラの風洞施設や知的財産権などを買収。2024年には日本のヤマハとフォーミュラ E のパワートレインの共同開発を行っていることを明らかにし、2425シーズンにはアプトにこのパワートレインを供給して参戦する計画を発表したのです。こうして2度の破綻を経て復活を果たした老舗コンストラクターローラ。最古のレーシングコンストラクターの名は新たな体制のもと新時代に受け継がれることになったのです。いかがだったでしょうか。今回はイギリスのコンストラクターローラの歴史を解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車のさまざまな歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。